気がある。あるね。あるね。お前は美味しそうって思わない。誰が誰か当ててみていい？はい。酒。グレープフルーツサワー。うん。一番搾り糖質ゼロ。発酵ジンジャーサワー。わあ。簡単やん。簡単。わかりやすい。あ、すごい。ありがとうございます。いいな。ちょっとこの参拝集、はい。めちゃくちゃ増えてます。大量発生してます。あ、してる人。はい。地元歩いてる時でも先輩とかに。やってます。ええ先輩やな。可愛らしい。なんねや。やってるんで。お本日も、はい、僕たち服着てると、うん、みんなの地元の発展を願って。はい、せーの。参拝。みんなの地元教えてほしいな。参拝するときに、うん、今日はじゃあこの子のここ。あ、なるほど。の発展を願える。サワヤンや。サワヤンや。これちょっと思ってんけどさ、この座り順あるやん。うん。これなんでこうなってるの？大黒鳥の時ではないと思う。違うな。大黒鳥の時ってなんか俺割と自由に座ってたイメージ。席替えとかしてみる。めっちゃいいやー。一回テンション上がるやつや。席替え。ああ。女の子おったらなんかそうやな。好きな子ありきの席替え。まあ、なるほどね。まあ、仲いい子。おんねや。ちゃんとおるやん。じゃあめっちゃ楽しい。うわー、いやー。絶対おるやんお前じゃあ。じゃあ絶対おるやん。ちゃうわ。ちゃうわ。席替えしたくないやつや。なんかおつまみ食べます。あ、いいね。食えよ。食う。つままれへんけど別に。もう10月やな。あと3ヶ月で34万人増やさなあかんな。いや10月の服むずい。昼間暑いくせによる寒いみたいな、ね、うん、それ見越して、うん、パーカー羽織っていっても、うん、夜暑い時あんねん。嫌なんすね。思ったより冷えへんのかいっていう。そうそうそう、俺嫌なんすよ。じゃあなんか上着持っていくのもだるいし、だるだる、荷物持ってってやるの、うん、いやまさかの角度やったな。いやすごい。 YouTube 関連かなと思ったな。あ、ほんまに、うん、最近買ったのもん中で一番高いの何？もうあの支払いとかなしな。うん、バッグも抜くわ俺じゃあ。ああ、抜いて抜いて。プライベート行く。プライベート。彼女の誕生日プレゼントもちゃん。ああ、最近に入れていいのそれは。ちょっとないやろ。ないもん。 俺もないもん。びっくりした。何も物買ってない。うん、俺うわすげえ。ちょっと待って、モンスターとかじゃん。それで言ったらタバコやろな。お前らは。ちょっと待って、マジでない。そんなにあれやな。1ヶ月前のコジーのポップアップで買った服か。ああ、はいはいはい、なるほどな。5000円とかかな。1ヶ月前で。そっか、かな。俺チャリかな。あれあれ、有馬温泉チャリ旅の時の。あれ何倍やったっけ。5000円。5000円か。あれも5000円やもんな。なんで女の貯金残高多い。なんで。ほんま世界の女不思議やと思うよ。そんな大きいとこ入る。うん、女の貯金残高多いなと思って。あー確かに。でもこれおかしい、おかしいんよ。俺歴代の女見てきたけど。お前そんな見てないん。見てきたけど、ま、そもそもその全員貯金すごいあんのよ。ああ、はいはい、10万以上は確定である。10万。低いけどな。いやでもその俺らは全くないやんか。あ
で、その女って女って言うなよ、ほんでお前みたいなやつ言わして、ここだけは言わして、なんでそんな強気なの。この女って彼女のことやろ、お前すごいって絶対せやん。言わして、ほんまに、あの女ってさ、俺らより使うお金多いと思うよ。まあよく言うよな、化粧道具、もうこの時点で男より買うもん多いやん。あ、なのに貯金残高多いねん。だから男がおごったりするやん、ご飯とか、うん、減るやん。いやいや、彼女におごってないで俺堂々とすんなよ、お前なんか割り勘、全部割り勘やから。だからあれちゃう、女性物の服って安いやん。もう男も買えるで。いやでもお前5000円とか買うやん、やっぱり。まあまあそうやな、靴とかも買うやん、うん、それの差じゃん。で、あと俺抜いてるしな。え何からお前の財布なんで抜いてるん。え、気づかん、お前が悪いやん。だから俺金ないんか。そう高校の時からやで。そうなん、うん、抜ける金ないやん。道理で会ったことないやろ。道理でや。あとご飯とかさ、俺ら昼飯食うってなったらさ、レストランとかで1000円とかさ、うん、弁当ドーンとかって買うやん、うん、女の子って買ってないイメージやん。ほんまや、食うもん少ないもんとかで言っちゃう。確かに。そうか、なんかその辺でうまいことやってるじゃん。ピーナッツとかやもんな。そんなイメージやもん。どんなやつ。毎昼食200円とかじゃん。いや、そのと思う、ほんまに努力してんねん。お前みたいな豚が喋んなよ。タバコ吸ってたしよ。いろんなもん食って酒飲んでるやつがよ。ここはね。借金の元本って無限ですか？無限じゃないよ。3年ぐらい前にびっくり、15万円月4000返しで元本あと10万残ってる。3年前の1年に5万円ずつぐらい払って、15万払ってて、なる元本5万しかない。じゃああと6年行くや。行きます。9年返すの15万を。9年で50万ぐらい返す。やばいなぁ。まあ、5連続で電話も知ってます。え、何の会社から。何を言うん、相手は。あのクリスさん、前も言ったんですけど、もう先月の元本を2000円でいいです。おう、元本を2000円で多分減らしていくから。でも利子分の2000でいいので、とりあえずそこだけでも返してくださいっていう電話が毎月バーッて。全然無視。うわー。この前あと5日でブラックリストなんで、ちょっとさすがに見れました。いや、さすがにな。4000を3ヶ月なんかおままごとのなんか額やねんな。キッザニアとか。なんか2000円とか買ってくださいって。よ、飲めるか。お前飲んでんな。向こう負けれてるやろ。飲めんな。お前こいつ何してんねん。やってやろな。なんで2000円のために電話しなあかんのってなるやろ。15歳で2000円払わねん。どういうことってなってる。向こう2万返して。2万2000。どんだー。無理や、レッドブルやし。さらに脳動かすよ、それ。いや、俺思ってんけどさ、お前の借金って別に返せるくない。いつもさ、渋るやん、うん、でもパチンコはいけんの、うん、だってその2万がなくてもパチンコはいけんの、うん、でお前借金してないみたいな。無敵状態みたいなゾーンが入ってる。そう、だからどんだけお金借りても絶対返せれんのが、うん、パチンコ行くから、うん、パチンコ行くために借りてんだろみたいなもんやな。返すのがあんま好きじゃないから。そう、やっぱ分かるで。俺ってめっちゃ損した気分になるよ。分かるけど。分かるわ。返したくないな、そんだけ。嘘やろお前。誰が言ってんねん。おい、このコロナの感染予防か知らんけども、コンビニの店員さん、お釣りはトレーの上に
って書いてるから、どれかなと思ってたら大体こう来るから、もうほぼ十中八九こう来るから、こうしとったらたまにトレーに置くのやめろ俺がはずいみたいになるれんけ。俺がなんかがめつく言ってますみたいになんねん。どっちかにせえよ。ちょちょ腹立つね。いや、わかるわかるわかる。たまーに来るやろ。来るねんな。ちゃんとしたテンポな。しかもさ、トレーに置いたらさ、小銭多いと取るの時間かかるやろさ。相手の目すごい冷ややかじゃない目見やん。見たことないな。こうしたら見やん。こうしたらお前遅れるやんけ、その分。わかるやろ。何年目やねん。わからん。コロナええよ。見たら飽きしてそういう言ってたね。もうコロナええって。もうええって。今回ね。疲れてはるな。外でマスクは大丈夫ですよ、みたいな。強調して。チャリこぐな。なんでチャリこぐ。そやな。そうやな。うん、平日の昼間に何してんの。お金もらってんの。発生しな。する理由が分かれへんの。そうやな。何時今。向こうの方が思ってるって。お前ら何してんの。今ちょっとふと思ったけど、毎日朝にやってる星座の占いってなんやねん。おい、あれ多分12個ぐらいしかないな。人ってそんな10人だけで分けれんのか。サソリ座とかおひつじ座とかいっぱい人口の中でなんで10人で割れんじゃん。すごいな、星座占いにそんないける。やめそれ。いやでもよう言うてくれたよ。今日のラッキーアイテムはとか。日本の人口12で割ってっていうか、その分けて。ラッキーアイテム消しゴムとかやったらさ、12で分けたやつ全員持ってたらトライするの。何する。誰。今日の1位、はい、サソリ座、はい、ラッキーアイテム、はい、缶チューハイ、はい、サソリ座全員チューハイ持ってたらどないする。どないする。もう着地点がおかしい。ちょ、チャリこぐ。おい、チャリこぐから黒いね。黒くないみたいな顔しやがって。前々から思ってたけど、 SDGs って何やねん。おい、何やそれ。やべえこいつ。 SDGs っていうのは16区分に分けて日本のエコーとか地球を考えて活動する人たちのことです。考え方いるん。それいる。いや、いらん。あれはいらん。 いるんちゃう。いや、企業がなんか押し出してない。だから会社としては、うん、グリーンですみたいな。うち、はいはいはい、 SDGs のこの分野とか抑えてますみたいな。うーん、とか言える。一応乗っ取ってやってます。一応服着たらもう SDGs。 いや、乗っ取ってやってるやん。どれがやねん。その環境汚染も俺らせえへんやろ。だってまず男尊女子も女子もしやんやん。え。いや、しやんしやん俺ら。お前車椅子乗ってる片っ端からしわいてる。よう相方にできんな、そんなやつ。コメント欄でたまにある、この人たち売れてほしいけどなんか売れてほしくないってやつ、意味わかれ。売れてほしいやろそら。なんでやれ。もうええやろ。
多いっすよね、意外と。意外と。ちょっと僕は分かんないです。独占欲なよなと思うけどな。なんかな、そのだって応援してる人は売れるに越したことないよな。なんかよう言うんは売れたら変わるみたいな感じやろ。今までのスタイルと。ここで売れてほしくないないっていうことなんじゃないんだろ。若干違うんだ。マジ遠くに行ってみたいな。そんなイメージだと思うけどな。俺ら近いんや今。ちっちゃいからな、規模が。親近感まだある、ね、まだあるよ。まだ一般人みたいな。もう全然、はいはい、一般人っていうか、うん、誰も知らんっていう。まだ全然私だけしかもう知ってますみたいな。この貧乏な感じがいいとかじゃん。いやな、まあ、それは俺も思ってた。金持った方がいいやろ。星が金持った方が企画広がるのに。あ、ないコメントでなんか思うほど。いや、なんかあったな。あるわ俺一個。なんか中学生の息子と見てるから、うん、タバコとか、うん、ギャンブルとかお酒とか、はい、やめてほしいみたいなのが書いてて何残んねん。おな、いかんでいいか、川は。いい、ここでええわ。ここで十分や。コモドット見ろや。それが見たいなら。それ全部やってんのコモドットやねん。そうやな。俺らのお笑いが好きなんやって。なるほどな。ありがたいことですけど。いやー、そこも楽しんでもらいたいな、ぜひとも。なんか、あれやろ。T シャツやな。出た。もうそれは。え？何が？なんか、たまに、あ、このデザインいらんな、みたいな。これなかったら買ってたあるみたいな。あるやん、うん、後ろ可愛いけど前のここ、うん、いらんなっていう、うん、で前のこのなんか、うん、ポケットとかポケットとか、うん、ドクロみたいな感じになっちゃう、うん、はいはい、そこのドクロなかったらいらんのにみたいな、うん、そこの部分多ないドクロマネいやバックプリントダサいでしょ。そういうことやな、フライチキンが前のピンポイントでめっちゃ可愛いけど、うんうん、バックプリントめちゃくちゃダサい。国旗だらけやな、袖の僕が、うん、ダサい。俺が着てないやつかっこいいよ、それは。懐かしい。俺らずっと一緒におるやんか、うん、みんなのさ、お前のあの時のあの髪型好きやったわっての教えて。あるか。あ、今アツヤがさ、確か高1の時の髪型に持ってる。戻ったら持ってるやん。それで言うと高2のリクのあの全員みたいな 1D の全員みたいな前髪だけさずっとこうやって上げてなかった。うんうん、そのイメージや。あれあれ好きやったけどな。俺もあれやわ。俺え、俺高2から更新されてる。更新されてる。されてないよ。せやん、だいぶ俺いろんなジャンル行ってたし、坊主もしたし、うん、坊主からロンゲンまで行って金髪もしてたしな。金髪も。グレーもなんならしてたし。とか全部押さえて、高2の時の髪型、うん、終わりやん、俺じゃ。俺、チャナの今いいけどな、俺は。マジっすか。俺は好き。俺、フェードの時好き。ああ、フェードやな。なんか俺、それ、見てて思ってんけど、痩せてる俺怖ない。ああ、まあ、俺なんか太ってて今ちょっとイメージ和らいでる感じあんねん。わかるわかる。そう。でも今お前、怖いけどな。マジ挑発でその感じでやろうって、うん、なんか性犯罪しそうな。そうそうそう、なんかキモいやん。キモいよ。キモいやん。お前キモいよ。いやでもやらしい。多分変態誰そうって言われたら多分もう圧倒的な票は入る。うっそやん。あと俺ぐらいやな、ロン毛してないから。もうそのイメージはないな。ないよな。いけるぞ。いけるかぶせて上からチャナを髪の毛パーッと全然わかんない。めっちゃ同じいい匂いする。懐かしさあったわ。うせや、うん、うなじずっといときたかった。うなじに、うなじに用水みたいな。すごかった。ここ2本ぐらいゲイビアン。好きな髪型ない。クリスなんやろうな。あ、でも俺ロン毛かな。あ、いいっすよね、やっぱりロン毛。金髪坊主かな。へぇ、一番言われへんやつや。単発良かったけどな、ほんまこの厚やぐらいの時あって、一番最初らへん。あった、あった、あった、あ、なんかあった。あ、そうそう、はい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 。よう、なんかコートみたいな着てなかった、黒いあれとタートルネック。それ着てたらいいみたいな、うんうん、ビジネスマンみたいな大人だな。で、あの
ポーチ。革靴、黒パン。一番キモい。あもうまんまそれやったら。一番キモい時期やったな。新交換入らへん自販機ないやねん。500円の新しい硬貨とかいっぱい作る前にまず自販機新しくせえ。それでこの前ジュース買われんかって恥ずかしい思いしたわ。新硬貨使えるとか珍しいな、もはや。逆にな、うん、チェリオは買えました。チェリオってなんか500円ぐらいのサイズのやつやから買えそうじゃない。そもそもやってみようや。ガバガバそうや。チェリーアルミホイルにさあの形入れてみよう。めちゃくちゃ犯罪。一番罪重いんじゃんそれって。一番罪重い。紙幣がやばいんじゃんかな。偽札ってこと、うん、偽効果はまだなんか国家転覆と一緒ぐらいの罪やってその殺人とかな。すごい。作ったりさ、一刻終わらせれんもん。あれと一緒やな。その日本の科学技術のデータとかを海外に売るみたいな。スパイや。そうそうそう。あー見てみたいな、スパイ。いや、おんねんな。いや、絶対おるやん。なんやったかな、俺なんか聞いたの。スパイ、こういうやつスパイやで、やつ。アンミカスパイなよ。どっからのアンミカ韓国のスパイ。その国を揺るがすスパイとかじゃなくて企業スパイらしい。噂に企業を潰すってことや。企業のデータを別にその潰すとかじゃなく同業の企業のそのデータを韓国の同業に日本のこういうデータありますよって渡す。だから通販の番組やん。そう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 、通販の番組あんま関係ない。いやだから多分その辺入り込んで喋るやろ。通販の会社がいると、うん、多いだろ。バーバーバーって喋ってたら、うん、企業の情報バーバーで教えるかよ。アンミカに。あの話術やねん。なんで言うねん。トークがすごいぞあれ。だからうちの技術はこういうの気づいたらもう言っちゃってんねん。わからんやろアンミカも。白って200色あるわかるやろ。色に関してはすごい。いや前から思ってたけどチャンネル登録者減ってねっていうコメントいらんやろ。応援だけしてくれ。恥ずかしいから。ごめんな。いや全然全然恥ずかしい。ありがとう、うん、バイバイ。ありがとう。もう鼻でやっちゃったんすね。どの YouTuber でも減ってるんですよね、うん、もちろんもちろん増えてる数が多いから増えてるだけであって俺ら増えてる数今少なくて減ってるんです、うんうん、そうそうそう。それだけ、うん、応援の方よろしくお願いします。高評価は忘れずにお願いします。はい、そうっすよ。最近少ないっす。マジ2、300。500ぐらい700までされてたんですけど今のあかんか。毎度あっ、行っちゃうよ。それだけお願いします。お願いします。バイ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 。はい、ということでキャッチボール今してます。そんな何もできてへんのに。だいぶ打ったとこカットされてるやん。はい、いっぱい吐け出せましたか。吐け出せませたか。はい、ですね。今回で50-50とかの説明はよろしかったんでしょうか。今してみましょう。今してみましょう。お疲れ様です。絶対噛んでたよな、あの人。